はい、どうもこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルデュオブランド編究極こちらのフロア4ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーっていうか短期ですね。赤字ゼロスマラップラ、心がけ本能をつけてます。リンクスキルは辻彩ですね、つけてます。そしてフレンドはトータローですね、トータローを連れていきます。では参ります。まあほぼね、危なげなくいけるんじゃないかなと思います。でもきっちりと魂チップは使っていきましょうね。あー、これはいけないパターンか、もしかしたらいけないパターンです。そういえばそうでした、いけないパターンもありました。まずはユカコを倒さないといけなかったですね。まずはユカコを倒しましょう。話はそこからですね。ユカコを倒していきましょう。よし、これでユカコを倒したので、となります。ゲージがね、溜まりやすくなりましたので、さあ行きましょう。今度は猫草と動物たちを倒していきましょう。さあ動物たちを倒してしまったら、あー倒してない、いいでしょう。さあどんどん火力を上げていきましょう。今度はね、走るばっかりなので、しかも避けてくれるので、避けてくれるのでなんとかなります。猫草だけはね、どうにもならないですね。ダメージを受けちゃいます。猫草を倒していきましょう。続いてはもうアレシーを倒していきましょう。アレシー倒した。あ、続いては走ってまた上げておきます。走っていくのでどんどん強くなっていきます。さあ今度は続いては先制攻撃でしたね。次のラウンドは先制攻撃だったので、ゲージは回復しておきましょう。さあ第2ラウンドです。いきなりバニラアイスが強襲です。バニラアイス強襲、これを忘れておりました。さあちょっと遠めに行って4日を当てていきます。ラップラがあるのでね、次の時にね行きますね。ゲージもうまく回収できます。さあ走っていきます。は4日で倒していきましょう。次もね倒していきましょう。さあラプラです。4日でね、なんとかしていきましょう。
そして逃げて爪が伸びる。どんどん強くなってきてる。さあどんどん強くなっていきます。ここはね、もう倒しておきましょう。はい、倒しました。ちょっと近いですかね。ちょっと近いので止めに行っちゃいましょう。そしてラップラです。ラップラなのでゲージじゃないですね、 CS を使います。ちょっと近いです、ちょっと近いです。ちょっと離れ、今度は離れすぎましたね。少し近づきます。離れすぎたので近づきます。さあ動いてきました。バニラアイツ、しかし使ってくれます。さあ行きましょう。しおっ、さあどうだ。うーん、次で倒せそうかな。次で倒せそうですが、一応やっておきましょう。確実に倒したいですね。さあ倒しましょう。今度は倒せるはずです。ゲージも溜まっていってくれます。はい、倒せました。そして第3ラウンド、最終ラウンドですね。いきましょう。ここはね、もうギオだけを倒していくようにしましょう。いければいいですね。襲ってくる上院議員、襲ってくる。まあ恐ろしいこと、恐ろしいです。さあ行きましょう。さあ続いては CS で逃げの体勢ですね。そしてディオにやられる。3万ですね。3万は痛い。さあそして上院議員が襲ってくる。あっとヒットした、ヒットした、またもやヒットした。3万以下になっちゃいましたね。これは痛い。3万以下になるとちょっとねどうにもならないので、このまま行きましょう。回復していきましょう。もうね、リオ様だけ狙っていきます。殴られる、予想に流れる。そして強くなる。今度は CS 待機状態なのでなんとか通したいところなんですが、ちょっと大きいところにね、大きくなってきてるんでこれでいいでしょう。 CS は耐えられるかな。耐えられると信じて行きましょう。あ、耐えられる耐えられないの問題じゃなかったですね。よかったです。さあ今度は倒せそうなので回復しておきましょう。
ゲージを吸われる。しかし大丈夫です。あーっとやってしまった。近づきすぎました。近づきすぎました。これはやってしまった。おっと空振ってくれた。テレンスはなんと間抜けなやつよの。さあ離れていきます。離れていきます。離れられませんでした。さあ行きましょう。いきなり5万ダメージ。さあ近づいていって、さあ続いてはラプターです。ヒットしなければ余裕でかわせます。5万ダメージも痛い。しかしギリギリ耐えた。さあちょっと逃げましょう。なんでもね、ちょっと近づきすぎですね。さあ今度は倒せそうですね。次で倒せそうです。エリアスキルにさえ入らなければ大丈夫。次は倒せそうですね。うん、倒せました。はい、無事クリアすることができました。ちょっとね、ぐだってるしまってるところもあったかもしれませんが、なんとか倒すことができました。ありがとうございます。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、フロア、究極のフロア4ですね、攻略していきたいと思います。ではラストバトル。